どうもこんにちは、トムジョー、どうもお幸せなお越しなんですけど、やっていきましょう。今日なんですけれどもね、なんとこちら見ていただきたいんですが、ケニアのナイロビに来ておりまして、なんと本日、はい、ケニア選手権開催ということでこちらやってきました。イエスイエスイエス。盛り上がりがやばくて、めっちゃダンスしてる人がさ、ふぅーふぅーみたいな人がいるからさ、会場間違えたんじゃないかと思ったんですけど、ケニア選手権開催ということで、ダンスのじゃないよね、ダンスじゃなく陸上のね、陸上選手権めちゃめちゃ盛り上がってるぞということで、今日と明日ね、うん、行われるんですが、今日のまあ中長距離種目は女子の5000、男子の1500、男子の800とか、まあ、100m とかもあるんですけど、中長距離はそんな感じで、まあ、明日もねあるということで、せっかくね起きたので観戦したいなと思っておりますね、はい、しかもここ普通の競技場じゃなくて標高1700ある、そうだね、そん中のタイムだから、はい、どんぐらいのタイム出してくるんだろうな、気になりますね、標高1700って相当高いから、全然日本と違うんですけど、はい、それも含めてちょっとね楽しいですね、はい、もう競技場外でこんだけ盛り上がってるから、内行ったらすごいことになってる、中もやばいから、はいはい、中の風景もね、はい、やっていきたいと思います。では行きますか。行きます。それでは早速行きましょう。タム上 YouTube、さあ、ここはアップ場ですか。ここアップ場、一周 200m みたいで、俺も走ろうかな。やばい。はい。めっちゃでかい鳥いるんだけど。見てこれ。これ。ケニアの主。これやばい。ケニアの主やばい。ケニアの主やばい。でかすぎやろ。おお、コイチ。コイチ選手。はい、やっぱタムジョー。ジャパニーズユーチューバー。はい。キプチョゲのコーチと挨拶しようとしてます。そのこの輪に入れんのか、いったお前誰やねんみたいな。すげえ、この距離感よ。5000の選手、5000決勝だっけ。5000ってもう5000一発決勝、一発決勝。さあ女子の5000始まります。5、3、3、2、OK。 これはどうなるか。始まる、始まった、始まりました。ちょっと実況解説してよ、タムジョ。離れないっしょ。とりあえず白いユニフォームを着てる選手がキピエゴン選手ね。キピエゴン選手。オレンジの髪結構長い人が 1km 28分50いくつの世界記録保持者、この前出した世界記録保持者。35、6、だから3分ペース。じゃあ30分切るぐらいのペースで、あ、5000か、5000か、15分ペースと、ここから上がってくる。ケニアのさ、レースって日本と違くて、日本ってさ、そのままのペースいって、まあラスト1周で上がるか上がらないかじゃん。だけどケニアの人っていきなりペース上がったりとか、ラスト2000でバーって上がったりとか、レース運動がエグいのよ。振り落としみたいな、最初遅くても最後上がるとかあるし、しかもここ忘れちゃいけないのが標高1700なんですよ。70ぐらいありました。70、71ぐらい。だから、まあ、そのままで3分切りぐらいのペースだけど、まあどうなるかって感じですよね。やっぱ28分台ってのはさ、14分半で2回行ったら29分ジャストだから、14分半は、ね、余裕で出せる力がある選手だから、15分って言ったら逆に遅いんですよね。なるほど。まあこの標高だからちょうどいいくらいかもしれない。なんかすごい、応援来た、応援、お前ら応援だ、お前らそこ入っていいんか。自由すぎるんですよ。自由すぎる。来ましたね。さあ今2番手の選手がオレンジのが世界記録保持者。いやこれはやばい。さあ間もなくこっちの、メインストレートで 1000m ですね、はい、まあ最初は多分落ち着いて3分近くで入るかなと思うんですけど、
意味がないレースになるよね。はいはい、だからなるべく強い選手引っ張りたくないんですよ。なるほどなるほど。引っ張るとさ体力消耗激しいし、はいはいはい、使われちゃうんで、やっぱ今3番手にいる世界記録保持者の選手はめっちゃ位置取りいいし、その後ろ白いユニフォームキピエゴン選手もめちゃめちゃ位置取りいいんで、あれぐらいでいて前が上がった時にすぐ対応できるように位置取りを今考え中だと思います。多分まあ全然まだ余裕のペースなんで、10キロぐらいで走る選手なので、まあ1キロ3分だったらまあ余裕だと思いますね。ただ今5分55、5、6、7、8、6、今6分、1、2、3、4、5ぐらいかな。だから最初3分入って次3分5ぐらいですね。でちょっとだけペースは落ちましたけど、まあ出たくないかなって感じですね、選手の気持ちとしては。さあ、まもなくホームストレート3000m なんですけど、まもなく今9分、はい、1、2、だからペース結構落ちましたけど上がったりしてるんで分かんないですけど、9、7、8、9、10、11、12、9分12ですね。はい、ナイスペース。3分7、7ですけど、またちょっと上がったんでちょっと分かんないですね。やっぱこの人たちにとって9分何秒っていうのはあれでしょう、全然速くないでしょ。余裕だけどレースだから揺さぶりかけてめっちゃきついみたいな。そうそうそう、普通に9分7分でいくないってだけど、だから 100m だけ上がって 100m 落として、なるほどね、みたいなことがあるんで、今3000メートルで5000の見どころっていうのはラスト2000なんですよ。はいはい、全くブレーン。どうなんのかこれ。さあ、ラスト3周。応援団もなんか、応援団も近づいてきた。さあ、残り 1200m、先頭はキピエゴン選手。さあ、2番手に 1万m、世界記録保持者。やっぱこの2人なのか。やっぱこの2人。でも1人ついてる、1人ついてる。さあ、まもなく 4000m のズレです。さあ、4000が今、ただいま12分なんで、なんか喋ってる喋ってる。3、4、5、2分58、ラスト1000。3分7から2分58 相当早い。よっしゃ。さあラスト1000。さあ3人に絞られました。1人が落ちる。さあこれ3番手の選手抑えられるか。これ喋ってもキピエゴン選手レース中に、そうだきついみたいな。お前ちゃんだね。さあラスト2周です。さあ声援が出てきました。おっとこれは2人に絞られた。絞られるか。2人になりました。ラスト800。キピエゴン選手。あ、すげえ。めっちゃ足の上がりえぐ。
やっぱりちょっとやばいなこれ。いや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 、これはやばいっしょ。すごすぎ。えぐいえぐい、まだ上がってるもん。うわー、まだ上がるこれ。めちゃくちゃ速いぞこれ。これやばいんじゃない。やばいやばいやばい。そしてラスト6回ですね。2人の戦いになりましたね。やっぱこれが世界本当ね。だってこの2人が今までの地球の中で一番速い人間ってことだもんね。そうそうそう、1万メートルと5000メートルの、うん、一番速い2人、はい、でキピエゴン選手は1500も世界記録だからね。そうだ、スピードはキピエゴン選手の方があると思うんですけど、だからでもここで多分明日もあるんで、うん、出し切りはしないと思うんですよ。決まったらね、うん、さあラスト1周。いや、えぐ、盛り上がってきました。さあラスト1周、ラスト1周、ラスト1周。いや待って、ちょっと鳥肌立つぐらいすごいんだけど。レベチ、レベチ、やばいやばい、うわすごい。ラスト1周はえぐい上がり。え、やば、これ何で見た。超ダッシュじゃん。さあそしてラスト200です。ラスト200、ラスト200、ラスト200、ラスト200何秒、ラスト200何秒、押したんですよ。今14分、間もなく20なんで14分で出るのは間違いないですね。これさあラストの伸びがえぐい。標高1700だからね。標高1700で、うん、そして2位、あギリね、この1番の選手。2人エグいで、はい、14分46、3位、4位、何秒だったんだろう。これ世界1位の2人だからね。世界1位の2人、タム上 YouTube。 午前の部が終わりました。はい、午前の部終わりました。午前、女子5000と男子800見れましたね。はいはい、800はまあ、予選というか準決勝か、はいはいはい、でしたけど、えぐいね、レベルが。まあ、そう、後ろちょっと気になってあれですけど、応援団もすごい、めっちゃ目立つじゃん。めっちゃ目立つ。いやこれすごいわ、迫力がすごい。いや、まあケニア選手権って言ったら実質も世界大会なんだ。だってキピエゴン選手に勝てる人いる？いないいないいない、ない。最後の上がり2分46だよ。やばいよね。さあ今からちょっと昼食休憩して、午後戦後あるんで、はい、1500、ちょっと僕も一応戦後みたい、一応ちょっとやってたんだけど、戦後の男子、はい、しかも戦後決勝だからね、これ世界のね、日本選手権もあるけど、うんうん、ケニア選手権はどんな感じなのか、はい、ちょっと午後見ていきますか。見ていきましょう。俺も出ようかな。タム上 YouTube。 すごい、なんか応援団がいます。めっちゃ盛り上がってる。これはダンスパーティーなのか、そうそうそう、ケニア選手権なのかどうですか。スタート。さあ、この中始まります。さあ、始まりました。始まりました。男子1500m 決勝。誰が勝つのでしょうか。さあ、果たして1周何秒入るのでしょうか。いや、でも結構速いぞ。そうだね、スローだね。覚醒してる感じあるから、ちょっとスローっぽい。43、4だから結構スローだね。結構スローやな。多分58ぐらいじゃない、うん、僕にとっては早いけど、うん、ケニア人選手にとったら58とかはスローってなるね。55、56、57、58、58、58。スローなんだね、これがね。ケニアにとっては
スロー。だってほらめっちゃ横長いじゃん。スロンベースだから。なるほどね。ほらみんな出たいんだけど、ここで出ちゃうとやっぱり力使っちゃうから、あんまり出たくないけど、でも先頭の選手とか、そんなに選手に近くないから、横の選手は上がらないみたいな感じですね。そうですね、ちょっと牽制ですね。これラストエグいスパート合戦になっちゃう。エグい、まだ溜めてる。さあ、こっち帰ってきて800通貨なんですけど、まあ、ラスト一緒の金がなってどんぐらい上がるかって感じですね。それかその前に誰かロングスパートをかけるかどうか、はい、ただいま800、1分57、58、59、2分かなりスローだ。1分59で入りました。僕と一緒。さあ、誰が行くのか。逆にこっからの400がどれくらい上がるのか。さあ、上がってきたんじゃないこれ。上がってきたね。上がってきた。さあ、ちょっとさ、上がってんじゃないこれ。上がってる。さあ、まもなく宣言数がですね、まだ食べている。これ 400m や。さあどうなるか。1200通貨、1分59、サメ城の日体大の入りと同じで、そこから3分35。しかも忘れちゃいけないのが標高1700。そうなんだよね。普通にきついんです。だから普通の平地で走ったら全然速いんだけど、標高1700で走ってるから、なのに3分35。えぐいえぐいな。日体大記録会とかは標高普通じゃん。で僕きついの。すごいね、やっぱ世界ってすごいんだね。世界は広いわ。いやでもね、今日は金曜日なんですよ、はい、で明日も2日目があるんで、はいはい、明日の方が多分人多いと思うんですよ。そうね。で女子の選考、男子5戦、男子3勝とかあるん で、はい、で僕ら明日も見に行く予定なんで、明日も楽しみですね、はい、とりあえず今日は男子のね、いろいろ戦略とか見れたんで、明日多分キピーゴン選手選考女子出ると思うんで注目ですね。そうですね。ということで、じゃあまた明日お会いしましょう、はい、ありがとうありがとう。以上、ケニア選手権でした。バイビー。皆さん見てくれてありがとうありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。